タッチタイピング。タッチタイピングとは、パソコンやワープロに、キーボード入力を行う際に、キーボード面の文字刻印に頼ることなく、指先の感覚だけを頼りにして、キーを叩く、タイピング技法。ブラインドタッチ、タッチメソッドとも呼ばれる。日本では、タイプライターの打鍵法教育用に触れ、鍵法という漢字熟語が使われていた。見ながら打つ方法は試験法と呼ばれ、 触覚と視覚の対比となっていた。その後、日本語ワードプロセッサー専用機の普及とともに、和製英語のブラインドタッチという言い方が使われ出したものの、次第にパソコンへの移行が進み、ワープロ専用機が衰退した1990年代半ば、移行を境に、元の触れ鍵法に由来するプロタイピストという言葉が用いられることになった。 ブラインドタッチという言葉に関しては、一部で、ブラインドイコール盲目という表現が、差別的ではないかとの指摘がされている。その一方で、一部の神経質な人間による言葉狩りではないかという意見もあり、必ずしも差別的ニュアンスがあるわけではない。そもそも、ブラインドタッチが和製英語であるために、前後の脈絡なしには伝わらない熟語であることも影響している。 手書き原稿や印刷物から入力する場合、多くの利用者は日本語入力にナ漢字変換を採用しているため、漢字の変換結果をモニタ上で確認しなければならず、原稿台、データホルダーを用いて、原稿をモニタの隣などの近い場所に置く機質転移動を少なくする努力をする。しかし、このような場合は、 次の方法を用いることによって、モニターを見ずに印物だけを注視した入力が可能となる。通常を普及しているアルファベットが、基本のキーボード初心者は、コンピュータ等の操作のため目で、キーボードトップの印字を見る傾向がある。これは、タッチタイピング習得の一番の障害である。目で見る癖がつくと、タッチタイピングの習得は困難になる。そのため、初心者は、 タッチタイピングを習得するまで、コンピュータ等の操作を行ってはいけないわけではないが、ミスに留意すべきである。運指習得に要する期間は、おおむね1週間である。素養とかける時間によるが、ローマ字かな変換の場合、使用するキーがアルファベットの26文字なので、かな入力に比べて、キートップの文字を目視で追いやすく、覚えるべきキー数が少ない。 一方、かな入力の場合、覚えるべきキー数は多くなるが、打鍵数は少なくなる。例えば、かなを入力する場合、かな入力だと、カ、なのに打鍵で済むが、ローマ字入力だと、k、a、n、a の4打鍵が必要である。ただし、濁音や記号等も含めた一般的な文章を入力する際に、単純に倍の打鍵数が必要になるわけではない。 タッチタイピングの習得は大きく2つの段階に分けられる。打鍵の無意識化とは入力すべき文字キーの位置や打鍵すべき指を意識することなく指が動くようになることである。また、よく使われる語彙は一連の流れとして記憶されるようになる。例です。ます。ベルテアセア、ローマ字入力では打鍵の無意識化に加えて文字。 タを t と a に分解することも一連の流れとして行うことができるようになる。以降は、一般的なクワーィ配列の pc 用キーボード、金文字に関しては、一般的なジス配列のキーボードでのタッチタイピングについて述べる。タッチタイピングの習得初期は、さらに2つの段階に分けられる。すなわちホームポジションの理解と指の分担の理解である。タッチタイピングでは、 両手の指10本のうち、両親指を除いた8本の指を主に使用し、親指は、スペースバーン、よび、日本語キーボードでは、変換、無変換キーなど、周辺のキーを押すときに使用す。まず最初に、A 字入力やローマ字入力の場合には、自分の左手人差し指を、キー F に、右手人差し指を、キー J に置く。そして左手の中指、薬指、 小指を D、S、A の位置、右手の中指、薬指、小指を K、L、A と、それぞれ置く。かな入力の場合には、左手の小指から人差し指の順にチ、ち、と、し、は、右手の人差し指から小指の順に、ま、の、り、でに置く。文面では難しく感じるが、人差し指の F と J の位置、かな入力では、はと、 間の位置だけ注意して指を置き、あとは自然に指を下ろせばこの位置にはまるようになっている。この指のポジションをホームポジションと呼ぶ。大抵のキーボードでは左右の人差し指、あるいは中指に当たる二つのキーにホームポジションを指先に知らせる小さな突起やくぼみなどついている。このくぼみを頼りにすればキーボードを見ずにホームポジションの確認や復帰ができる。 このホームポジションを用いないが竜と呼べるものもある。この場合、入力者がそれぞれのキーの位置、間隔を完全に把握しており、数本の指ですべてのキーを操作するというものである。ホームポジションなどの勉強をせずにタイピングに慣れてしまった場合、この方法になることが多い。英字でもナでも右手小指の受け持つキーが他の指に比べて多い。これは、 キーボードの右端へキーが追加されてきた歴史による。打鍵姿勢は、キーボードを机のやや手前に置き、ホームポジションに自然に指を置ける位置で手首の付け根を浮かす。なお、机とキーボードの段差により、書類作成時より差弱が大きくなる。その分、椅子の位置を上げて調整する。打鍵する以外の指は常にホームポジションに置き、打鍵が終わった指は、 ホームポジションに戻す。タッチタイピングでは、ホームポジションを常に把握するため、両手ともいずれかの指は、ホームポジションに残しておく。タッチタイピングの習得にかかる期間は、個人差や練習方法の違いによる差が大きい。タイピングのゲームなどは、運指の練習は行わず、キーボードのキーの位置を覚えるだけなので、習得にかかる時間が長くなる。タッチタイピングは、 キーの位置を目で追うことができないため、目で見て覚えることは無意味である。キーの位置は指の形から覚えることになる。学校学習などでは運指及び指によるキーの位置把握に1週間、7日間、叶え数字記号マジリ文が普通に打てる、10分間600文字まで1ヶ月程度の計画で行う。なお、タイプライターなどの段差の高いキーボードにおいては、指を ホームポジションへ置き、指先以外の部分はキーボードにも机にも触れないようにする。つまり、肩の力で腕を持ち上げて宙に浮かすようにする。打鍵姿勢が主流である。この打鍵姿勢ではキーを打つ指以外をできるだけホームポジションから動かさないようにする。キーを打つ指以外は一切動かさないのが理想だが、それが無理ならばせめて人差し指か小指のどっちかを ホームポジションに残すようにする。すなわち、人差し指か中指でキーを打つときは小指を、薬指か小指でキーを打つときは、人差し指を、ホームポジションへ残すようにする。タッチタイピング練習用ソフトは、有料、無料を問わず数多く開発されている。オンラインでダウンロードできるものも多い。特に、ローマ字入力練習用は、簡単に開発ができるため、 数多く作られている。ただし、初期段階から使用することは、好ましくない。ホームポジション、運指を考慮していないため、汚いタイピングになりがちである。また、パソコン検定では、準2級、3級、4級に、タイピングの実技試験が設定されている。パソコン入力スピード認定試験の第一認定者は、全勝はアープロ実務検定の1級の種目、実技を免除される。 1> 第1級総合無線通信士、第1級、第2級、第3級会場無線通信士の無線従事者、国家試験及び、第3級会場無線通信士の養成課程終了試験には、電気通信術の中に直接印刷電信、テレタイプの手相送信の実技試験がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。